出演者というとどうですか、今まで思い出深い出演者。思い出してるんですか、はい、ね、さっき稲本響さんのね、話してましたけど ね、はい、うん、それからの、まあ、氷上町は今申し上げたようにこうどの高校も回ることですから、はい、同じ音楽をどの地域にも同じような形でご紹介して楽しんでいただくのも一つあるのかなということで。なるほどなるほど、メンバーを固定した形で5、6年続けました。その時に、地元のソプラノの、大月あかりさん、はい、それからチェロでお世話になった成川さん、はいはい、その方を中心とったメンバーで続きましたね、そういえばね、はい、5、6年続かせていただいたんですね、はいはい、私もそういった趣旨で、はい、でその中に畑先生も入っていただくのがあったんじゃないかと思うんですけどね、はいはいはい、そういうような形でちょっと今近年は、まあ、ご出演の機会はないんですけどね、そういった出演の方がそういったこう、計画を持って演奏を守っていただいて、より丹波と近くなって、なるほど、シュービリちゃんとのね趣旨をこう、いろんなところで広げていただけてるんじゃないかなと思っておりますが、はい、本当に年々ね大きくなったような感じで ね、 ね、私印象を抱いてるんですけど、はいはい、第1回目私たった一人で弾き語りをさせていただいた覚えてます。もう結構孤独でしたたった一人でね、あの時ね、うん、第1回目は上野美術館で、美術館でしたね、はい、でその時に言われたことはね、畑さんはテノールの歌手なんやけど弾き語りでクラシックされていくというのはめったにないやと言われて余計にこう畑さんですけどね音楽のその素晴らしさというか力をお持ちなんだなということで、最初氷上町街角も組織して間もない頃でありましたのでね、具体的にどういった演奏曲目で、はい、どういうような地域とのつながりを持って、運営すればいいのか、また多くのお客さんをお呼びするのがいいのか、ちょっと少し、組織上げての取り組みが浅かったもんですからね、まあ厳しいからだけど畑さんに半分以上丸投げしたという感じでいやいやいや少し孤独感を差し上げたことあるんですけどね、でも一つ今思うのは美術館はやっぱり響きがいいですね。いやそこ良かった、まあ、ちょっと響きすぎるかもしれませんけどね、はい、こじんまりしていて、あれがまた超満員になったらちょっと響き悪くなったかもわからんけど、はい、ちょっとこじんまりでしたから余計響きが良かったしっかり覚えていただいたと思うんですよ。覚えとるんですよ。そうですか。二人で椅子並べましたもん。はい、すみませんね。そうやったね。で、その時に開催でね。聞いてください。